こんにちは、ネモです。パワフルサッカーやっていきます。今回は戸中愛ちゃん初披露いきたいと思います。早速いきましょう。で、今回のデッキがこんな感じです。ひらりくん、ダイモン、シシド、戸中愛ちゃん、ヘキくんで、スズメちゃんと、これでいきたいと思います。早速いきましょう。そうか、説明入れてないな。ちょっと待ってください。おお、帰ってくんね。そして可愛い限定キャラっていうのもいいですね。本当にどうしてもガチャ回しちゃいますね、限定とか言われると。で、持ってた剣技道でしっかりレベル上げてきましたと。で、15まで上がると骨レベボーナス2と初強化20、スペシャルタック50ですね。35まで上げるとスペシャルタック80の初強化35まで上がりますというところです。で、持ってる特能ですね、ムードとフィジカルシュート力ですね。で、お、いいじゃん、スズメちゃんちゃんといるじゃん。実はこれテイク2です。スズメちゃんが全く練習に来なくて、セクション3終わっても彼女になってなかったっていう、まずテイク1がありました。頼むからちゃんと彼女になってくれ。うん、オッケーオッケー。いいですね、ここで体力回復うまいっすね。で、いるけど選手絡まんな。うん、ダイモンヘキテクニックに行きたいですからね。こっち行きましょうか。お、いいよ。帰んね。二人か、休みますか。ナイス、チームメイト評価。ダイモンほんと使いやすいっすね。野手で入れても、まあ、フィジカルですし、特能がキーパーによってないので、ほんと使いやすい。スズメちゃん行くか。彼女恐怖症なんで。買えんね。上でしっかり評価上げましょう。スピードかな。うん、オッケーオッケー。ちょっと体力落ちますけどね、この福井弁。ああ、間に合った。よかった。ゲイ。シシド。うん、で、すでに光っていると。休んじゃうか。まだセクション1だしな。うん、シシド行きそうですね。ダイモン1、ヘキ君。うん、監督評価かな。と、左くんですね。体力。で、ここでしっかり、ダイモンに勝っておきたいですね。よっしゃ、行きましょう。ここ止められるか。めっちゃ隅ですけどね、ジャストで。仕方ない。視聴者さんに教えてもらった。ど真ん中上。ここが結構決まるみたいです。もう一個蹴るか。
うん、ここは結構決まりますね、本当に。サイドに蹴るより決まるかなっていう感じしますね。ただ調子乗ってここばっか蹴ってると止められるので、まあ3本目とか2本目に蹴りたいかなって個人的には思ってますね。まさか、なんだ。天才来ねえな。うん、ダイモンとスズメちゃん。精神でもいいけどな。うん、全然スズメちゃん帰んないですね、一緒に。フェアプレイ。ケイ。デートするか。はぁ。ロングスロー取ったかな。ロングスロー取ってない。うん、いいですね。体力がない。おい、もう全部あのせい。獅子どう。うん、まあコツは、コツ欲しいな。ガツガツ体力なくなっていく。まあいいっすね、アイちゃんもいるし。全然。おし、ナイス。待ってました。やめて。うおー、このタイミングでやる気下げるか。やる気上げてくれ誰か。ナイス。フィジカル取っちゃうか。シュート力欲しいわ。ムードムードムード。おい、おお、パワーシューター。ほーんと、これデートするか。うわ、行きたいです。最初からそうしろよ。うん、これちょっとスズメちゃん行って体力とやる気の回復を狙いたい。ダメだ。逆にやる気なくなった。おごってあげるか。まあ体力どうしよう。おごってあげるか。うん、ここ全然だな。デートするか。武器。ちょっとやる気を上げてくれ誰か。やる気を誰かあげてくれ。もう遊ぶかな。なんか全然スズメちゃんあげてくれそうにないんだよな。体力がないときは上ですね。お、上がった。やる気上がったぞ。ひだりくんもまだか。
敵もまだか。みんなまだだな。アイちゃんもまだだな。ここ行くか。評価も終わんなさそうだしな。ひでえ。全く帰ってくんね。うん、そこそこですね。グーグー。頼むよ。よっしゃい。ガツガツ練習しときたい。周りを見渡すでいいな。まだチームメイトよく入ってないんだよ。よし、これで大体いったろ。テクニック。ヘキくんがまだっすね。しゃあねえな。お、軸と完成。ナイス。これで大体大丈夫だろう。あとはヘキくんだけちょっとケアしながら。よしよし、ダイモン済みましたね。次合宿だったかな今もしかして。じゃあ休まんとダメだな。よし、ナイス。あれ上がんなかった。フィジカルダブル。ダブルじゃない。ダブルは見れそうだけどな。トリプル見たいですけどね。うん、ダブル強い。ダイモンでいいでしょう。体力回復もついてきますからね。よし、ビハインドもらった。シングルか。まあ、いいでしょう。しっかり勝っていきましょう。さすがにキック力めっちゃ伸ばせんだこれ。パワーシューターいい感じだな。うん、あとはまあいいでしょう、適当で。そこそこ伸ばせる。よし。さあ、頼みます、皆さん。自分はレギュラーじゃない。自分が出てくるまでちょい暇ですね。すげえ痛んでる、苦しんでる。すげえスライディング。うん、いいですね。1点取ればいいからな。やばい、チャンスが来なさそうだな。
アシスト1。パスうまいな。やばい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 。アイちゃんナイス。最後ナイスカットでしたね。そこそこ選手能力高いのかな。オッケー、いいよ一番。で、シシドか左か。当然こっちですね。キサッチ。ストレートに効く。よし、体力テクニック、結構点出てそうな感じするかな。うん、左くんいいっすね。キサッチ。うっ、取れねえ。避けろ。オッケーオッケー。いいですね。体力回復。うん、悪くないでしょう。うん、結構出てる。ひらりくんかまた。クロスか。取れるな、両方。よし。うん、このポツの量で、経験点あれなら、まあ悪くないでしょう。監督踏んどくか。精神。お、ナイス。完走した。精神ポイントあれだけど。かなりナイス。もう行っちゃうか。体力減るけど。わ、行きたいです。ありがとう。よしよし、ナイス。お、ひらりくんも行きそうだな。ドリブラー、ないな。やめましょう。きっと、慣れるよ。今のままじゃ難しいからか。シシド1か。こっち行っといた方がいいのかな。監督怪しいな。まあ大丈夫でしょ、これで。さすがに。おお、やめて。うわー、きつ。ダブル。うん、シングルね。だったらやめちゃうか、こっち行くか。うん、しっかり前後半で勝っていきましょう。スタミナ上げて、オフェンス上げて、上げられない。バチバチっと点決めていきたいですね。あとは筋力集めないとかなり厳しそうだな、特能が。パワーシューターが。今前半が始まりました。小永井ちゃんがコツくれないと、シュート力。ちょ、やばくないそれ。ドリブルで左へ。さあ、シュートまでいけるか。あとはもう自分に回してもらえればバンバン点決められますからね。このボールが繋がります。フリーになった。主人公にパス出せね。この攻撃がハマった。ま、ゆっくり行きましょう。オン
スター高校ゴールキックです。前に預ける、シシド、ここで受けて左にドリブル、やべくかました、これやべえな。さあ取った前線へのボール、オッケー、パワフル高校ここからです。右サイド上がっていきます、左へ行く、やべ、左へ持っていく、一人で行く、シュート、うん、もうキック力も C あるしバンバン入れられるでしょ。パワフル高校ここで先制、長峰シュートまでのドリブル見事でした。スタミナがないからきついかもなっていうぐらいで、パワフル高校先制1対0です。で主人公どこにいる、ここで流れに乗りもう1点取っておきたいオフサイド、主人公どこにいるんだ。じゃあ初戦はハットトリックしておきたいですからね。残り4分を切りました、1点取りたいな、まずここで激しいボールの奪い合いです。もろた、上がっていく、どこに出してくる、シュート、 OK、 もう全然利き足関係ないですからね。とにかくキック力を上げてシュートレンジ、シュート力、この辺ですね。あとは決定力か。長峰直前のドリブルも見事でした、もらった、長峰今日2点目のゴールです。うん、前半はこれで終わりそうですね。さらに1点を追加し2対0としています。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。後半両チームとも監督がさあしっかり行きましょう。後半も注目です。後半始まっています。じゃあやっぱ新キャラ欲しいな。僕のトナカアイちゃんの時のガチャをまだ見られてない方はぜひ見てください。すごいことになってるんで、すごいことになってるんで。左へ行く、おー、オッケー、シュート、ゴールは奪えませんでしたがいい攻撃でした。OK、平井くん行こう。そんないらない、いらない、いらない、そんなトリッキーなプレーいらんです。うまく奪った、右にドリブル、タイミングを測る、もらった、ここもうまく奪います。危ない、右へ持っていく、長見不動の試合得点を上げています。ドリブル、さすがに決まるだろう。シュート、うん、これでハットトリックですね。この試合はもういいでしょう、ボール回してれば。素晴らしいハットトリックです。長峰パワフル高校これで3ゴール差になります。わあ、長峰最後はキーパーとの勝負でした。出てないか。パワフル高校最初のリードからさらに2点を追加しています。ここでスルー出したいけど出せない。中央いけるか、遅いか、シュート、入った、連続ゴール、終わりかな。うん、あとはもう遊んでればいいでしょ。4点目です。長峰ドラクションでした。初戦ここで最後の笛、いや、やっぱフォワードの時は楽ですね、作成が。お、乾燥させちゃうかデート、こいつこれは切っちゃいます。マッチアップ、マジでスカウト精神か、いっちゃうか。ちょっとシュート力マジでこつ欲しいな。
頼む、愛ちゃん頼む。決勝の笛が吹かれました。トラフル高校対金ですよ。200ぐらいだかな。 60%120 節約できますからね。1個もらうだけで。さあまずは先制、トラフル高校大きな1点。ここで一歩リードしました。ほほ、追加点を奪い、シシド、これ全員で行かないと勝てない。右サイド上がっていく。おい、パスパスパス、左へ持っていく。さあ右に預けて、預けろ預けろ、早めに主人公に預けろ。もう打っちゃう。いやーくそ、パスになっちゃった。パスになっちゃったか、どっちも。まあ1点取ってますからね、主人公に、まあ、合わせながらでいいでしょう。すごい体勢、これで決まらないでしょう。よく触りました。奪った、ここで奪う、打て、入りそうだなこれ。すごすぎ主人公。早くパワーシュートつけたいっすね。ボールを奪い、きっちり決めてきました。非常に速い攻撃でした。主人公早く。長峰、今日2点目のゴールです。主人公に渡せん。パワフル高校、さらに1点を追加し、もらった、もらってない。この得点で主導権を握るか。やばい、左へ、もらった、もらった。中央です。さあ中へ入っていく。打てー、シュート、打てオフサイドか。オフサイドです。この位置からフリーキックです。うん、まあ終わりでしょう。福井大きく前線へ。ここで審判笛を吹きました。僅差で前半が終了します。うん、これは勝てるんじゃないですか。2点入ったらしい。後半に突入していきます。それは無理。後半開始早々ゴール。親父高校、これであと1点。うん、これちょっと1点入れておきたいな。相手のゲームプランを崩すゴールになりました。ナイス、ゴール、追加点決めます。これで2点差。パワフル高校、これで2点差。あー、ちげえ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 。これで余裕ができたか。勢いのあるプレーが期待できそうです。しっかりと行こう、しっかりと。ゴールを取ります。人工右へ縦を使います。やばい、こいつやばい。サポートする選手もあります。うまうま、シュート、おい、弾いた。もやし高校、絶好の得点機でしたがゴールはなりません。ここはまあ 3-1 だから入れられてもっていう感じですね。大丈夫でしょう。クリア、うま、シュート、おい、キーパー触った、危なゴールキックから再開です。主人公へロングフィード、ここは先に触ります。ナイスカット。こいつ見えな、やっぱ全然取れねえボール。弾いた、結構押し込まれてますね後半。ここは集中して守りたいところ。うわぁ、なんか金徳光ってましたね。そして何だったんだろう。あと1点というところまで来ました。よし、落ち着いていこう、ゆっくり行こう。ヘッドで、それもダイブで決めました。監督の采配が見事的中というところでしょうか。投入直後のゴールです。さあ、よし、ナイスゴール。うん、これで十分ですね、得点も。パワフル高校、リードを2点に広げます。
詰めろ。直線のドリブルも見事でした。主人公にもう姫松でもいいぞ。高校、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間がありません。もう勝ったでしょ。オッケー。今ここで決勝戦終了の笛です。次からが問題、次からが難しい。スズメちゃんまだ終わってないな。スズメちゃんがまだ。スズメちゃんまだだよな。精密機械。パス。パス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 。通り過ぎたかな。ない。うわあ。もう行くか。ちょ、ほんとカラデーズやめてくれよ。困っちゃったなこれ。お、魅惑のチケット。これ行きたいぞ、めっちゃ。シシドか。しゃあないな。カラデートやばすぎる、マジで。ああ、完走できた。このゲームのカラデート率やばいっすね、マジで。よし、オッケー。ダブル。いやー、シングルね。そう、筋力上げとかないと、話になんないんで、筋力上げます。クリアスモーク。トナカ。うわー、左全部いったな。でも決定力ぐらいか。決定力待っとくよかったな。じゃあ1で抑えちゃったよな多分。まあいいか。ギリス。なんでこりゃー。ということで、正統学園でいいのかな。スピード上げていいのか。精神はこれで持ってかれるので待ち。もう一番取るか。うん、まあこんなとこでしょう。オフェンスもうちょっと上げたいっすね。クリスマスの音楽だ。今前半が始まりました。ちょっとクリスマスオーナメントかかってるから絶対勝ちたい。腕味方同士に当たった気がするよ。左へ持っていく。果敢にスライディング。山本、さあここから右へタイミングを測る。これはドリブルで左へ。危ない。左にドリブル。どうする。まずは勝ちたい。シュート。わあ。ちょっとした相手の隙を見逃しません。前半最初のコーナーキックになります。主人公合わせろ。え、こっち？本当？絶対こっちでしょ。ヘディング。入った。オッケー。ゴール。パワフル高校、ここで先制。まず1点取れましたね。これで落ち着いて試合が運べそうですね。セットプレーからヘディングでゴールです。そんな言うほど激強って感じじゃないな。ただ弱くもないですね。やっぱ全国大会とかあると。ここで主導権を握れるか。おい、早い。次のゴールにつなげていく。大門。大門じゃだ。ちょっと僕の実力だと大門じゃ難しいっすね。七畑くんじゃないとやっぱ。
水道学園ここで追いつきました。次はどちらのチームが得点を決めるのか。うわうめえ。右に預ける。ボールを前線へ。これまずいぞ。コートする選手を待ちます。取れ。左へ持っていく。奪い。右に出す。ここもうまく奪います。下げるか。左。おい早めに。右にボールを振る。ちょ危険危険危険。左へ行く。ここで止める。笛終了の笛を吹きました。後半どのように試合が展開するのか非常に注目されるところです。やばい、さっそくやばい。ここまでのところ同点です。マジでアイちゃんとりあえずシュート作りって。右に出す。やめさかくん、うまい。うわ惜しいな。これはわずかに右でした。火山やろうとした。これは先に触ります。これ大チャンスだ。右へ持っていく。うわいい、奪われた。ここで奪われます。ドリブル難しいな、これぐらいのレベルだと。ドリブルで左へ。ここで打って。なんかドリブル難しいって。さあ最後の一押しになるのか。うわー、右へ行く。打たせ。遅いのか。シュート。うわあ惜しいな。さすがにね、シシドはね。ゴール。パワフル高校一歩リードです。守護神の SR 欲しいぞ早く。シシドよく反応しました。OK、ナイスカット左くん。パワフル高校一点をリードしてリスタート。主人公に点取らせてあげられないな。貴重な時間帯での得点です。うまい。ヘキ。ここで奪う。パスしろ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 。主人公にパスしろ。主人公にパスしろ。で。パスの交換。お前打てよ。さあフリーだ。決めろ。シュート。うわあキーパー。これはいい位置で奪ってのシュートでした。ラストチャンスから先制ゴールを挙げています。もらった主人公じゃない、このよくわかんないバンダナ。こっちでしょ。ヘディング。よし、ナイス。1点決めましたね、なんとか。立て続けにゴールを決め、勝てました。よしよし、ナイス。15個ゲットだぜ。アイちゃん大門。これまずいな、マジで自家取りだな、このままじゃ。パラシューター重っ。これ、アイちゃんがくれないとマジきついっすね。今試合が始まりました。さあ、しっかり勝っていきましょう。腕、はい、奥山高校。マジか、今の入ったかと思ったけど。海の奥山高校、ゴールキックです。山北、どうつなぐか。小関、奪います。左にボールを振る。戸中、さあ、ここから。右にボールを振る。うん、シシドね。うわ、うまいうまい、やばいやばいやばい。奪われます。調子乗った。取った。中央、さあカウンターを仕掛けます。パワフル高校見事なディフェンスで危機を脱しました。これ難しいな。難しい場面でしたが素晴らしい判断力でした。黄色が自分たちか。はい、どうつなぐか。危ね。出てしまう。左にドリブル。これは奪われます。
マップを見ながらやった方がいいっていうコメントを皆さんからいただいて、実践してみてはいるんですけど、結構難しいですね。ボールを奪います。左サイド上がっていく。あ、左くん頑張れ。この攻撃は続きませんでした。中央からチャンスを奪う。やばいぞ。うま。右へ行く。あ、飛べ、取れ、取れ、早めに取れ。右に出す。アザイン。前に出す。これチャンスだぞ。ドリブルで右へ。一人で行く。もらった。さすがにもらいました。シュート。よし。ゴール。さあまずは先制。あとリスタートと思いきやここで笛です。後半どのあと2点くらい欲しい。落ち着きたい。非常に注目されるところです。では後半です。もういいよ。シシド、あ、やばいやばいやばい。奪い合います。ボールを前線へクリア。ナイスやべっち。さあ行きましょう。ボールを持って上がります。前、いや騎士うまいぞ。右にドリブル、打っちゃい、いけるか。シュート。いやこいつうまい。ゴール。パワフル高校決めました。追加点。うん、これはまあいけるでしょう。おそらく届かないコースに鮮やかに決めてきました。しっかりとできない。うま。これ絶対超速いやつだ。この試合終盤で2点のリードは非常に大きい。さあ、ここは要注意です。ヘキ君アウト。しっかりヘッド。うおー、ナイスキーゴールか。ウイの沖山高校追い詰めます。まあしゃあないしゃあない。1点で追いつきます。やばい、奪われそう。これはボールが味方に当たってしまい、そのままゴールしてしまいました。あ、そういう感じ。うまいよ。ウイの沖山高校あと1点もらった。よく返しました。残り時間どう使っていくのか。シュート。ナイスモブ。ゴール。うん、この点差であと5分なら大丈夫でしょう。見事な判断でスペースを生かしました。佐藤、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いいっすね、2点目。ゴール。楽勝だぞこれ。立て続けにゴールを決めてきました。長峰、素晴らしいドリブルからのシュートでした。長峰、今日2点目です。問題なは次の試合ですね。3点のリードでリスタート。いいよ、決めてっちゃって。もう1点、もう1点。上がっていく。もう1点いけるよ。お、試合が終わりましたね。4対1。最終戦自分でやってみるか。すげえ、90点。アイちゃん来なかった。うん、結構シュート力もらえそうな場面あったんですけどね、くれなかったっすね、結局。しゃあねえな。131か。終わってから振ればいいかな。はい、行きましょうか。A はどせたいぞ、頑張って。上が吹かれ決勝戦のスタートです。この試合次第ですね。パワフル高校、ちょ、やばいやばい。太陽山高校、火山流、タイミングを図る。さあ、ここから頼む、打て、入れろ。よし、さすが、主人公。
ールです。パワフル高校、貴重な先制点を奪いました。強い、敵強い。ボケるバット、落ち着け。やばい、敵の爪がやばいな。厳しいディフェンス。パス、ナイス。落ち着こう。パワフル高校、落ち着いちゃおう。作っていけるでしょうか。パスパスパス、早め早め。オッケーオッケーオッケー、いいよ。太陽山高校、ここでファウル。中央やべえな、忙しい。あーっと、ここでハードが出ます。そして未だにスルーパスの出し方を知らない私、ぜひ皆さん教えてください。スルーパスどうするんですか。後ろへタイミングを測る。うまい、クソ。桑山どう展開していくか。いや、うまいんだよな、ドリブル。前に出す。OK、ナイスカット。早い。ボールを前線へ。ここで受けて。全然詰められても。あれなんだよな。誰を狙ってくるのか。どうする。OK、ラッキー。これはオフサイド。パワフル高校、1点を先行しています。さあ、どう攻撃を組み立てるのか。ナイス、チャンス。うまっ。そんな展開されたら絶対持ち込めんって。太陽山高校、組み立てていきます。うまい。右にドリブル。いいよ。ここからスローイン。あ、これ奪えないか。左へ持っていく。強いなぁ。取れねえ、マジで。モブからすら取れないからな。これだ。これだ。ここもうまく奪います。いいよ。こいつはチャンス作れるだろう。イエーイ、奪われた。ここで笛。敵強。皆さんこれ自尊はしてます決勝。めっちゃ強いんですけど敵やっぱ。栄冠を勝ち取るチームはどちらなのか。ファールなしか。では後半です。これやばい。あぶねえ。クリア。いいよ。カウンター。上がっていきます。カウンター。ヘキ。クソ。さあここから。そっからはやべえだろ。攻撃を組み立てるのか。前へ。うわー、危ないよ。危ないよ、そいつら。右に預ける。ちょ、危ないやつがいるわ。火山優。右へ持っていく。パス出せって、来た。うわー、それ無理だか。結構ナイスパスだと思ったんですけど。右にボールを振る。最悪同点、このままでいいぞ。激しいボールの奪い合いです。やばい、さすがにきつい。一番強いわ。ボールを拾う。おい、ちょ待てい。前に預ける。つなぐ。右へ。やばい。桜庭。桜庭じゃん。で右へ。あー、来た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 。取れ、取れない。右にドリブル。スローインです。さあ、共に選手交代があるようです。うん、勝てそうですね、なんとか。左、多分パス出せたい。残り5分、しっかり行きましょう。ここで奪った。クソ、奪えんかった。船山、もろた、もらえない。右に出す。もろた、もらえない。桜庭やばいよそれ。きた。最後の試練きた。シュート、やべ、早すぎた。くそ、早すぎた。ゴールが決まりました。おかしいもんな、軌道がそもそも。これどうしたらいいの。素晴らしいコントロールです。すごいんだけど走りの勢い。両者譲らず、ここで後半終了の笛。本日の決勝は延長戦に突入します。さあ、延長戦はどのような展開になっていくのでしょうか。まだ戦いは続きます。ちょ、危な。さあ、もうプレーは始まっています。パワフル高校、追いつかれての延長戦となりました。味方を走らせ、来たんじゃないこれ。このボールが繋がり、惜しくも外したので延長前半の終了です。これ自分回ってくるな、回ってきたな。後半、後半なのか。来た、来た、来たけど取りすぎた。奪った。さあ、勝負の延長後半、決着はつくのか、それとも PK 戦にもつれ込むのか。 PK になりそうですね。1対1の。あ、ちょっとやばいやばいやばい、それ。
サー縦のボールを入れてきます。お、あーこれは合いません。相手がめっちゃヘボかった。これはクリアします。パワフル高校スローインです。決めますからパス出して、いい位置だ、打てオッケー、もらった、もらった無理か、敵が上手かった。両チーム今の取りやすか。左サイド上がるか。そしてこれ桜庭に預けるあたり、右にボールを振る、お高しすぎるわ。左へ行く、じゃやべ、海洋山はあ、うま。さあラストワンプレーかツープレーというところでしょうか。オッケー、弾いた、集中が必要です。これコーナーどうしようもないからな、正直。これはクリア、シュート、おお、あっとボールは危ない、シュート、オフサイドのようです。この位置からフリーキックです。やばいぞこれ、うまい。誰を狙ってくるのか、一人で行く右サイド、よし、奪って取れた、シュート、すごいシュートしてくんだ。キーパー触った、防戦一方ですね、敵強え。誰に合わせてくるか、このコーナーはどうやめて、よし前線へ、まあまあいいでしょう、しゃあない。ここで延長戦終了。そして全国高校の頂点はかなり頑張りましたが敵が強かったということになります。延長後半が終わりました。まずは1本目正確に打ち抜きました。こいつやっぱ強いな、 SDA だもんな。早いのかこれ、ここも止めてきた。2人目です。モブキック決まった、これで2点差がつきました。海洋山高校2人目です。相手がヘボかった、入れて止めたら勝ちか。3番目のキッカーです。じゃあここで真ん中に、おい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 、キーパー見切っていました。海洋山高校3人目です。キーパー止めた、うん、なんかラッキーですねこの PK 戦は。結構真ん中付近来ますね。シシド4番目のキッカーです。シシドに入れてもらって終わろう。勝者が決まった瞬間です。劇的な枠切れ、うん、結構いったんじゃないですか、経験点も。もうちょっとフィジカルのダブルタック、まあ、トリプルタック欲しかったですね。3人積んでたんで、あとはシュートコツぐらい。シュートコツ以外はもうないかな、他は。結構左くんは取れましたしね、コツ。ナイス。あざす。おお、初5000超えしました。やったぜ。結構いけるもんだな。もうちょっと解放進まないと全然無理かなと思ってましたけど。いけるもんですね。筋力マジないんだけど。筋力を使うもんは使いたくないな。しかしここからバンバン使わないといけない筋力。6しか残ってない。あーもう無理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 。筋力なさすぎて無理だ。これは困りましたね。
まあ、でもシュート2段取ったから絶対あれだよな。筋力なんてありませんよ。筋力マジないな。無理だ。取ってないもんな、他得の。ボールダッシュとカバーリング。途中出場取ったら無理。うん、このもんか。で、いいでしょ。うん、まあいいんじゃないですか。キープ力落として4か。4じゃきついな。1しか上げらんない。どれか。これで9になった。3上げられる。3かよ。悪いし。わあ、きつ。うん。いるな。バックスピン。うん、こうですね。しゃあない、この25と43。うん、これはしゃあない。これでいきますわ。 A は行ったでしょ、確実に。 A プラぐらい行ってないかな。金徳3つあるしな。よっしゃい、 A2 ということで A2 ができましたと。でやはり金徳の数がもうちょっと欲しいのと、まあ、シュートコツで筋力飛んじゃったのでもうちょっと基礎を並べられそうな感じでしたね。うん、まあまあ強いのできましたね。でもお任せ。よし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 。チーム力も A に乗りました、ついに。まだ控えも全然作ってないですからね。あとは、センターバックとセンターフォワードを変えて、チームを全員 A 以上にしたいですね、まずは。うん、あとはとにかくゲドを早くください、僕に。本当に早く。早く、いち早く、こう、おぉ、ワンエンド10個になった。招き猫。いち早くレベル35で2016チャリンってすごいな。いち早くサクセスしたいですね。ちょっとまだ全然上げられない。はい、という感じでした。うん、なかなかいい選手ができたんじゃないでしょうか。もう少し頑張れば A3 ぐらいまでは作れそうですね。ただあとはもうちょっとキャラが揃ってこないと S ランクは厳しいかなという感じの印象です。いや、5000点ついに超えてきましたね。これちょっと楽しくなってくるな、やっぱり。うん、こういうサクセスがもうちょっとできるといいですね。はい、今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。